菊池要塞の描いた、坂の上の田村麻呂坂の上の田村麻呂偉人説は、平安時代の武漢であり、正威大将軍として、江戸政党に功績を残した、大納言、坂の上の田村麻呂が、江戸出身だったという風説である。1913年に、北定吉が、坂の上の田村麻呂は偉人なりとの説を提唱した。平安時代後期、11世紀後期頃の成立と、 推定される、道のく話きの末尾に、我が朝、上古に、しばしば大軍を発し、国を多く費やすといえども、エビス大敗なし。坂面でもれまろ受けこうあまねく六軍の諸エビスを服し、一人万代の金を施す。すなわちこれ北天のげんにして、期待の名称なり、とある。北は、坂面でもれまろという人物を、坂の者手もれまると呼んで、 坂の上の田村麻呂のことであるとし、坂面伝漏れ麻ロ受け子を、田村麻呂が国家に降伏を願い、国家はそれを受け入れ、田村麻呂をして、奥六軍の絵像を征服させたと解釈することで、後日の不死ともに、欧州で誕生したという説などを傍傷として、田村麻呂偉人説を導き出した。坂面伝モレマロ受け子の解釈について、坂本太郎は、畑子の誤者であるとして、 田村マロが旗を持たして、群衆を引き、道のくえと振ったと解釈した。梶原正明は、こうを受けてとそのまま読み、当てるい、モレラの降伏を受け入れることで平定を成し遂げたと、解釈した。いずれも坂面伝モレマロを、坂の上の田村マロとすることは、北の説と一致する。福島県郡山市田村町特定に立つ、伝聖遺体将軍坂の上の田村マロ高生誕の地。 日、坂上経図別本には、坂上狩りたマロについて、道の九国神田軍誕生、坂の上の田村マロについて、欧州田村賞誕生などと中期されていることから、不死ともに、欧州誕生説がある。高橋隆氏は、鎌倉大蔵氏を、はじめおとぎ、宗氏田村宗子や、屋上瑠璃、田村三代駅などにも見えるものの、名前と地名との類似、 共通性から後世に不快されたものであるとして、すべて信ずるに足らない、伝説の息を出るものではないと論じている。ありがとうございます。